あ、皆さんこんにちは、203です。今回はキャノンデールの、スーパーシックスエボですね。先代のスーパーシックスエボのカスタムした車両をだいぶ軽量化したんで紹介していきたいと思います。ではまず重量から測っていきます。5.18kg ですね。クリンチャーで、ペダルなしで 5.18kg、 かなり軽いですね。これチューブラーとかにしたら 5kg 切るかもしれない、 4kg 台が狙えるかもしれないですね。それでは各パーツ見ていきましょう。まずはハンドルですね。フォントレガーのトリプル X っていうインテグレーテッドバー&ステムっていうやつで、ステムとハンドルが一体型になったものですね。これで確か240g 以下だったと思うんですけど、 230g 台だったのかな。ちょっと書いておきますね。これかなり軽量で、ハンドル、ステム、それぞれの超軽量なパーツを合わせたものよりさらに軽量なんで、多分これより軽いハンドルってなかなかないと思います。ケーブルなんですけども、シフト系は DI2 なんで、DI2 ケーブルですけども、ブレーキケーブルの方がアウターケーブルをジャグワイヤーのエリートリンクにしてますね。こちら黒のものを選びます。黒の艶消しなんで結構車両に合ったそうですね。これが普通のアウターケーブルよりも 50% 半分の重量になるということで、これでも結構重量を落とすことができますね。はい、そのまま、フロントブレーキに行きますけども、EE ブレーキですね。やっぱ軽量化するときにリムブレーキで一番簡単に軽量化できるっていうと、この EE ブレーキが簡単に、軽量化できます。前後セットでペアで 180g 台なんで、リュラーエースよりも全然軽いですね。まあ、ちょっと値段の方は高くはなるんですけども、軽量化するときにはかなり有効なパーツになります。クイックリリースですね。クイックリリース、こちらディズナーのものなんですけども、カーボンの、取っ手のところとシャフトはチタンになってます。これがすごい軽くて 40g で、前後で合わせて 40g なんですね。普通 120g ぐらいするんで、もうこれだけで3分の1近くの軽量化になるんで、そうですね、80g ぐらいの軽量化ですかね。これはコストパフォーマンスめちゃめちゃいいですね。5000円ぐらいで買えるんで、5000円で 80g ぐらい軽量化できるっていうのはかなり、コストパフォーマンスいいです。軽量化には必須かなと思ってます。ホイールがですね、アライズパフォーマンスの ARP50TLCS っていうやつで、ショップオリジナルのカーボンクリンチャーですかね。で、それの中でも限定みたいな感じで、重さが全合わせて、1265g しかないですね。50mm ハイトで 1265g、 もう驚異的に軽いですよね。で、スポークも全部カーボンなんですね。まあ、このスポークのこの作りを見ると R シスをカーボンリムにしたみたいな、そんな感じの作りにちょっと見えます。乗り味はそんなに何ていうかね、悪くないし、普通に空力もやっぱ 50mm 入っていいし、軽くてやっぱ進みますね。全然軽快なんで、普通にこうメーカーものの、カーボンディープクリンチャーと比べても全然遜色なく走れますんで、かなりいいホイールだと思います。チューブなんですけども、チューボリートですね。チューボリートの 50mm の、クリンチャー用のやつ 39g です。こちらを、前後とも入れてます。意外と空気の抜けがそんなに速くなくて、まあ今のところ実用化は全然できるかなっていう感じはしてます。乗り心地も悪くはないですね。でタイヤなんですけども、ブリヂストンの R1S の 23C ですね。これもめちゃめちゃ軽いタイヤで、まあちょっとなんか寿命が長くないみたいなことは書かれてるんですけども、まあちょっと使ってる感じだと全然問題なさそうですね。ただ僕が走ってる、いつも走ってる道っていうのは街中とかじゃなくて、すごく
なんですかね、綺麗な道というか車しか走んなくて、人が通らない、人が歩かないような道のなんですかね、田舎道なんで、ゴミとかが、ゴミとかそういうなんですか、鉄くずとかなんかいろいろそういうもの落ちてないような綺麗な環境の道でしか走ってないんでかもしれないですけど、まあパンクはちょっとな、そういう道だったら全然パンクとかもなさそうだし、普通に使う分には全然問題なさそうです。で、コンポがリラエース9070の DI2 ですね。バーテープなんですけども、これもディズナーだったかな、まあ、かなり軽量のものですね。すごい薄いんだけども、まあ、なんていうんですかね、生地の触り心地はすごくいいんで、まあ、結構実用でも向いてるんですけど、とにかく軽いですね。サドルなんですけど、ボントレーガーのトリプル X の、カーボンサドルですね。高床 68g、67g ぐらいで、超軽量ですね。普通の、まあ、サドルが 200g ぐらい、軽量なものでも 130g 前後ぐらいなんで、もう本当に超軽量ですね。これに変えるだけでもう本当に 100g、以上簡単に軽くできるんですけど、ただ、まあ、デメリットとしては高いですね。結構いい金額するのと、あと、まあ、本当のカーボンなんで乗り心地は、まあ、合う合わないはすごく出ますね。後ろも E ブレーキと、ジャグワイヤーのエリートリンクの辺も変わらず、でボトルケージがボントレガーの、これもトリプル X のカーボンボトルケージになりますね。これも 15g 前後の超軽量ですね。これを前後つけています。でフロントディレイラーとリアディレイラーは、シマノのデュラエース DI2 の9070番台です。スプロケですね。スプロケがこれも軽量で TNI の超軽量アルミコグっていうので、これがまあ、12-25T なんですけど、これで 110g と、デュライスのものと比べても 6-70g ぐらい軽いんですかね。結構ここでも、まあ、これ中古で買ったんです、外安く買ったんで、そういう意味ではコストパフォーマンスっていう意味ではかなり良かったと思います。ただまあ使用はちょっと注意が必要で、あんまりなんですかね、あんまり入力で、力をガッとかけると歯飛びするんで、まあ、くるくる回す人だったら全然問題ないですけど、ダンシングでガシガシ踏むような人だと向いてないかもしれないですね。で次が今回の軽量化の肝になるんですけども、クランクセットですね。キャノンデールの SISL2 っていうクランクと、チェーンリングがスパイダーリング SL っていう、まあ、どちらも、アルミなんですけども、超軽量のクランクセットになってます。チェーンリングの方は大きい刃と小さい刃ですね。そちらが、一体型になって成形されてるんで、そこが軽量化のポイントになってますね。このクランクなんですけども、ちょっと黒じゃなくて実際は日が当たってよく見るとブラウン、ブラウンっぽい感じのですね、チョコレートっぽい感じのちょっと高級感のある色なんで、これはなかなかいいですね。今回クランクセットで合わせて 540g ぐらいですかね。デュラエースのクランクセットがまあ 620g から 30g ぐらいなんで 100g 弱ぐらいこれで軽量化できてます。クランクで 100g 軽量化かなり大きいですね。で、左のクランクなんですけど、今回パイオニアの、パワーメーターがついてるんで、それで多分 20g から 30g 重くなってるんで、実際はまあセットで 520g 切るぐらいのクランクセットになってると思います。フレームなんですけども、キャノンデールの2016年ぐらいなんですかね、スーパーシックスエボですね、今の一つ前の型になります。これのブラックインクっていう、ブラックインクっていう塗装をかなり軽量化したものになってますね。このフレームなんですけども、こういうまあ細かい小物込みのフレームで重量が 750g と超軽量ですね。リアディレイラーハンガーとか抜いたらもしかしたら 600g 台になるかもしれないですね。で
フロントフォークですね。こちらも超軽量で、コラムカットした状態で 240g ぐらいしかなかったですね。なかなか、まあ、280g とか 290g でも超軽量だと思うんですけども、普通のフロントフォークって大体 340g とかなんで、それが、240g 台、まあ、フロントフォークだけで 100g も軽くなってですね、あのフレームが結構 700g とか、まあ、600g 台まで入ったりの超軽量っていうのは、まあ、結構あると思うんですけど、フロントフォークが 240g とかっていう超軽量はまあなかなかないと思います。シートポストなんですけど、キャロンデールの純正の付属のシートポストでカーボンのものなんですけど、これがまあ 185g ぐらいですね。塩ビのものにすればもうちょっとだけ 10g ぐらい軽くできるかもしれないですけど、まあ3万円ぐらいしそうだったんで、ちょっと今回は諦めました。はい、今回はキャノンデールのスーパー6エボハイモッド、仙台モデルですね。こちらをどこまで軽量できるか、しかもクリンチャーでどこまで軽量できるかってことでちょっとやってみたんですけども、クリンチャーでペダルなしで 5.18kg ですね。まあ、チューブラーにしたら多分 4kg 台入るんじゃないかっていうような感じの、今回のカスタムです。で、僕の中でもこの軽量モデルっていうか軽量カスタムの、動画ってすごい人気コンテンツとか再生数伸びてるんで、今後もまあ来年また挑戦できたらなと思ってます。はい、それではまた。